突然だけどみんなは構造式眺めるの好き？いや、別に。そうよね、好きよね。面白い形のもあって見てて飽きないわよね。面白いのはあるけど大体ただの折れ線じゃん。でも折れ線だけでいろんな分子の形を表せるんだからすごいわよね。それに、折れ線以外にもいろいろな表し方があるのよ。前の動画で扱った、等、も2種類の表記で紹介したわよね。でも読み方よくわかんないんだよな。じゃあ今回は構造式の読み方を教えるわね。まずは折れ線の構造式、骨格構造式について解説しようかしら。折れ線の構造式は一番よく見かけるけど高校ではこの書き方しないよな。なんで折れ線で書くのかだけど、書くのが楽なのと結合が実際ジグザグだからよ。分子の形の話は物理科学だからマリサから解説してもらおうかしら。初めての出番。ここからは VSEPR 理論っていう分子の大体の形を予想する理論について解説するぜ。高校で電子式っていうのは習ったか。こんなやつ。これもルイス構造式っていう構造式なんだが、この電子対同士は、互いに反発し合ってるんだ。だから核結合はできるだけ離れた配置になる。炭素の結合の手は、すべて単結合なら4本だから正四面体の配置になるな。3次元で配置を考えないといけないからちょっと難しいわね。まあ形は覚えたらいいぜ。四面体が繋がるとこんな形になるな。だから炭素同士だけ見ると折れ線型になるんだ。二重結合とか入ってたらどうなるかわかるか。二重結合1本なら結合は3本になるから平面三角形の構造ね。結合2本なら直線。その通り。結合を作ってない電子対も反発し合うから、水とかは結合2本だけど曲がった形になるぜ。とりあえず電子式かければ分子の形が予想できるのね。そういうことだな。じゃあ分子の形が分かったところで、折れ線の構造式の書き方を解説していくわね。って言ってもほとんど高校のこれと変わらないわ。炭素同士の結合を折れ線で書いて、炭素についてる水素を省略するだけよ。簡単だな。これでジエチルエーテルとかもささっと書けるわね。ここからはちょっと話を変えて、立体異性体っていうものについて説明するわ。異性体っていうのは、分子に含まれる原子の種類と数が全く同じ物質のことよ。さっきのジエチルエーテルの異性体としては一ブタノールやメチルプロピルエーテルなどがあるわね。全部で7種類あるわ。結構あるんだな。あれ、なんか同じやつがないか。お気づきになりましたか？これが立体異性体。この2つは立体的に書くとこんな感じで、この炭素の周りの配置が違うの。この炭素のことを不正炭素って言って、炭素の4本の手全部に違う構造がついてるわ。回転させても同じ配置にはならず、鏡に映したような感じだから、共造異性体、エナンチオマー、っていうわ。密度、融点とかの物理的性質はほぼ一緒だけど科学的には別物よ。でも折れ線の構造式で書くと同じになってしまうの。OH が手前か奥かわからないんだな。というわけで、区別する必要があるときは手前にあるものは鎖型、奥にあるものは破線で表記するわ。ちなみにこの二つの名前は、R、2ブタノールと S、2ブタノールというように、R、S をつけて区別するの。でも食品で重要な糖やアミノ酸は RS 表示じゃなくて DL 表示がよく使われているわ。RS 表示の説明はちょっと難しいから置いといて。これから動画でよく出てくる DL 表示だけ解説するわ。構造式だけじゃなくて名前もいろいろあるんだな。DL 表示は基準物質と比べるだけでいいから簡単よ。その基準物質っていうのがこれ。一番単純な単糖、D グリセルアルデヒドよ。D っていうことはこいつが D 体なのか。そうよ。この鎖型が破線なら L 体ね。D と L の見分け方だけど糖の場合、カルボニル基から一番遠い不正炭素の立体配置が、D グリセルアルデヒドと同じ配置なら D 体、違う配置なら L 体になるわ。アミノ酸の場合は不正炭素の配置を見るとき OH の代わりに NH2 を見ればいいわ。天然に存在する糖はほぼ D 体でアミノ酸はほぼ L 体よ。なんで片方だけしか使ってないんだ。片方だけになった理由は未だに分かってないわ。ホモキラリティで調べると色々面白い研究があるから興味があったら調べてみてね。そういえば、D とか L みたいに小文字で書かれてるものがあるけど、これは先行性っていうのに関係してて立体配置とは関係ないから注意してね。D グルコースは D 体だけど D フルクトースは L 体よ。ややこしすぎる。先行性は糖度の測定にも使われてるから詳しくは甘味の動画で扱おうと思うわ。じゃあ DL 表示が分かったところで次の構造式、フィッシャー投影式について話すわ。糖の動画で書いた構造式はこれね。これ高校で書いた構造式と一緒じゃないのか。見た目は一緒だけど情報量が違うわ。この構造式ではこの4つの不正炭素全部の立体配置がわかるの。鎖とか破線ないのに。じゃあ読み方を説明するわね。この構造式は鎖と破線を使って書くとこんな感じ。横から見るとこんな感じね。
上下に破線、左右に鎖が来るようにかくってルールがあるから鎖と破線がなくても立体配置がわかるんだな。だから90度回転させたり機関機入れ替えたりすると立体配置も変わっちゃうから注意ね。折れ線に変換するときはジグザグになるように一つ置きに単層ひっくり返せばいいわ。破線と鎖も逆になるわね。この書き方だと D 対 L 対がわかりやすくて、等の場合はカルボニル基のある側を上にして下から2番目の炭素の OH が右なら D 対ね。アミノ酸も同じで NH2 が右なら D 対よ。じゃあ次は等の動画で出てたもう一個の構造式、ハースト OH 式について解説するわよ。って言ってもこれは見た目通りだから正直あんまり解説することないわ。折れ線の構造式とあんま変わらないよな。実際の分子の形もこんな感じなのか。大体一緒だけどちょっと違うわ。この間の炭素は手が4本出てるから四面体型、つまり炭素同士の結合は折れ線型になってるわ。だから実際の分子はこんな感じ。ぐにゃー。ベンゼン環は平面だけどシクロヘキサンもこんな形ね。そして、H と OH の位置も上と下っていうよりは縦と横って感じね。まあこっちはかなり書きにくいから環状の等書くときはハースト OH 式とか、上から見たような構造式を使うことが多いわね。他にもいくつか等 OH 式があるけどこのシリーズでは使わないと思うわ。いろんな構造式が出てきたけど読み方は大体わかったかしら。どの構造式にも長所、短所があるから、大変だけど全部読めるようになっておくと便利よ。でもこれでどんな構造式でも読めるぜ。それはどうかな。出直してきます。ちょっとずつ慣れていってね。ここに挙げたやつ読めるようになったらもう構造式はマスターしたと言ってもいいわ。まあ、ちゃんと読めなくても見て楽しめればそれでいいと思うわよ。面白い形の分子、いろいろ探してみてね。ではまた食品科学の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。